ダーラム。ダーラム。ダーラムは、アメリカ合衆国のオスカロライナ州中央部に位置する都市。同州ダーラム軍の軍庁所在地で、地域は隣接するオレンジ軍及びウェーク軍にもまたがっている。人口は228,330人。2010年国勢調査で、シャーロット、ローリー、グリーンズボロ、ウィンストンセーラムに次ぐ、州代後の都市である。 隣接するチャペルヒルを含むダーラムチャペルヒル都市圏は約50万人リサーチトライアングルと呼ばれるローリーダーラムチャペルヒル広域都市圏は約190万人の人口を抱えているずれも2010年国勢調査時古くはタバコ産業や繊維産業で栄えたやがてそれらの産業は衰退したが1950年代にリサーチトライアングルパークが設置されると デューク大学を抱える大学長として、また全米有数のハイテク産業の研究、開発の拠点として、ローリーやチャペルヒルと共に発展していった。ダーラムの歴史は1853年、ローリーとヒルズボローを結ぶ鉄道の駅設置の候補地となったことから始まった。燃料に焚き木を用いていた当時の蒸気機関車は燃料補給のために頻繁に停車しなければなっつ。 滝木や水を補給する基地ともなる駅が25から30マイルごとに必要とされていた。この近辺には1827年にハーンドンの郵便局がまた1836年にはプラッツバーグと呼ばれる集落ができていた。しかしプラッツバーグの地主は鉄道用地として土地を売却することを拒んだ。そのやや北西。 当時はまだオレンジ軍の一部だった地に住んでいた内海バーレット S ダーラムは鉄道用地として自らの所有していた土地を寄付した。やがてその土地を利用して設置された駅はダーラム駅と名付けられた。鉄道が走るようになる以前は現在ダーラムとなっているこの地は一面の農地でヒルスボローロードに沿って通行者、特に家畜運送車を対象とした商店が何軒かあるのみだった。 このヒューズボローロードはやがて国道70号線となり、20世紀後半の週間高速道路開通に至るまで、ノースカロライナを東西に横断する主要な交通路であり続けた。ダーラム駅を中心としたコミュニティの発展は、南北戦争前にはゆっくりとしたものであったが、南北戦争後には急速なものに変わった。1869年にはダーラムは正式な市になった。 ダーラムの成長の要因となったのは、タバコ産業の発展であった。1865年4月に、南軍が破れるまで、ダーラム駅のすぐ外側にあった、ベネットプレイスの国南北領軍がキャンプを張っていた。しかし前線においても、兵士たちは自由にこの地の特産であったタバコを、吸っていた。この地のタバコは、他のタバコに比べて風味が軽かった。南北戦争が終わると、 退役した軍人は、ノースカロライナで吸ったタバコを故郷でも手に入れたいと、欲した。クリーンのタバコ会社には、ダーラムのタバコを注文する、注文書が数多く届いた。クリーンとパートナーを組んだ、WT ブラックウェルはタバコ会社の名前を、ブルダーラムタバコ会社、ブル、ダーラムタバコカンパニーに改めた。ブルダーラムの名は、 コールマンズマスタードがイングランドのダーラムで生産されているとブラックウェルが誤って思い込んでいたということに由来していると言われている。このブルダーラムタバコ会社とワシントンデュークのデュークサンズタバコ会社の急速な発展によりダーラムの街も急速に成長していった。初期のダーラムの成長を支えたのはタバコ産業であったがやがて繊維産業が追随した。 ダーラムの西側と東側には複数の繊維工場が作られた。また、1890年頃から1930年頃までの間にかけては、商用、住居ともに初期のダーラムにおける建築物の多くが建てられた。1924年には、ジェームス・ブキャナン・デュークが父ワシントン・デュークを称えて、博愛主義的な財団を設立し、 ダーラムのトリニティカレッジを支えた。やがてトリニティカレッジはデューク大学と名を変え、1マイル西に広大なキャンパスと病院が設置された。元のトリニティカレッジは現在ではデュークイーストキャンパスとして知れている。またダーラムではアフリカンアメリカンのコミュニティも発展した。市の中心部から南に位置していたヘイティ、ヘイダイと呼ばれた地域では 20世紀初頭にアフリカ系の経営者がそのビジネスを成功させていた。その中でも最もよく知られたものには、ノースカロライナ総合保険会社、ノースカロライナミューチュアルインシャーレンスコーンピニーや、農耕銀行、マッカニックスファーマーズバンクなどがあった。これらの金融機関が集中するパリッシュストリートは黒人のオール街と呼ばれたこともあった。 こうした強いアフリカ系コミュニティを抱えるダーラムでは強い公民権運動が起こった。座り込みは各所で見られた。マーティン・ルー・サー・キング・ジュニアは公民権運動が難航した時にこ、ダーラムの街を訪れた。しかし、この強いコミュニティも1960年代にフリーウェイを建設するにあたってヘイティ地区の一部が取り壊されるのを防ぐことはできなかった。 都市再生資金を利用したフリーウェイの建設によって、ヘイティのみならず、モアヘッドヒルズ、ウェストエンド、ウェスト、ダーラムなどの歴史的な地区も取り壊され、多くの歴史的建築物が失われた。20世紀も中盤に差し掛かると、ダーラムの経済を支えていた産業は軒並み衰退していった。1930年代には、繊維工場が閉鎖し始めるようになった。 1960年代に入ると、かねてよりのタバコ産業における競争の激化に加え、喫煙そのものも抑制される傾向が強まったことにより、ダーラムのタバコ産業は減収に転じた。1958年にリサーチトライアングルパークが設置されると、地域一帯がハイテク産業の研究、開発の中心地として潤ったが、それでもダーラムにおける経済効果は、 ローリーやケリーほどではなった。それどころか、郊外への人口流出は、ダーラムでも起こり、ダーラムの商業、経済の中心としての地位は徐々に失われていった。しかし1970年代に入ると、リサーチトライアングルパークに近い市の南部で、住宅開発が進み、またダウンタウンの再開発も、相まって、ダーラムは再び成長を始めた。現在のダーラムにおいては、 リサーチトライアングルパークの企業は、デューク大学と並んで、ダーラムで最も主要な雇用種である。1975年には、ヘイティのコミュニティが生み出した遺産を保存し、またアフリカン・アメリカンの世界文化に対する貢献の理解を目的として、ヘイティヘリテージセンターが設立された。1994年には、ダーラムブルズの本拠地となる野球場が建設された。 アメリカンタバコ会社、キューブル、ダーラムタバコ会社の工場も2003年に復元された。ダーラムはに位置している。アメリカが州国統計局によると、ダーラム市は総面積245.8キロ平方メートル94.9ミである。このうち245.1キロ平方メートル94.6ミが陸地で0.7キロ平方メートル0.3ミ。 が、水域である。総面積の0.2。9%が水域になっている。市の標高は120メートルである。市はシュートローリーの北西約3。5キロメートルに位置している。また、南西にはチャペルヒルの町が隣接している。ダーラムはこれらの都市町とともにリサーチトライアングルと呼ばれる。都市圏正式名称。 ローリー・ダーラム・チャペルヒル広域都市計を形成しており、その人口は191万2729人、2010年国勢調査を数える。ダーラムは、シティマネージャー制をとっている。シティマネージャーは、市議会との契約のもとに、予算の決定から各部門の監視に至る、市政全般を取り仕切る。ダーラムの市議会は市長及び6名の議員からなり、3つの 選挙区から、それぞれ1名ずつ、そしてワイルドカードで、残り3名が選出される。市議会議員の選挙は2年ごとに行われる。姿勢の鍵となっている政策としては、ダウンタウンの再開発、歴史的な地区や商業地区の再生、犯罪率45%低下、ホームレス撲滅10カ年計画、無断欠席減少のためのイニシアチブ、発展、 開発に関する政策などが挙げられる。1990年代には、ダーラム市公立学区とダーラム郡公立学区の合併を成功させた実績もある。ダーラムを含むリサーチトライアングルの玄関口となっている空港は、ダーラムの中心部から南西、約2 3 k m ローリーとの間にあるローリーダーラム国際空港、IATA-RDU である。 この空港には主要5社アメリカン航空、コンチネンタル航空、デルタ航空、ノースウェスト航空、ユナイテッド航空がすべてハブ空港からの便を発着させている。またアメリカン航空はロンドンのヒースロー国際空港からローリーダーアラム国際空港の大西洋語への便も就航させている。これに加え2010年にはデルタ航空が パリのシャルルド・ホール際空港からの便を就航させる予定になっている。市の北側を I-85、また南を I-40 と、ダーラムには2本の週間高速道路が通っている。これらの週間高速道路はいずれも幹線の高速道路である。また、これらの週間高速道路とは別に、ダーラムフリーウェイと呼ばれる高速道路がダウンタウンを横断している。正式には、 ダーラムフリーウェイは、ノースカロライナ州道147号線である。アムトラックの駅はダウンタウンにあり、ローリーとシャーロットを結ぶ、中距離列車が、ローリー方面、シャーロット方面に、それぞれ1日2便、及びニューヨークからローリーを経由してその先へ、ヤーロットといたる、長距離列車カロライニアン号が、ニューヨーク方面、シャーロット方面に、それぞれ1日1便ずつ停車する。 ダーラム市内の公共交通としては、ダーラム地域交通局データが運営する路線バス網でカバーされている。ローリー及びチャペルヒルとの間には、これとは別にトライアングル交通局の路線バスが走っている。ローリーがノースカロライナ州立大学、チャペルヒルがノースカロライナ大学を抱えるならば、ダーラムにはデューク大学がキャンパスを置いている。 ダウンタウンの西にキャンパスを構える。この大学は、もともとは1838年にトリニティカレッジとして設立され、1892年に創立の地トリニティからダーラムに移転、1924年にはジェームス・ブ・キャナン・デュークの援助を得て、キャンパスを拡大し、公明も現在のデューク大学に改められた。デューク大学は IB リーグの発行に匹敵する高評価を受けており、 2009年度版の US ニュースワールドレポート誌の大学ランキングでは8位にランクされている。同学は学部生約6200人、大学院生約6800人の学生を抱えている。ノースカロライナ中央大学はヒストーレクリー・ブラック・カレッジと呼ばれる、元はアフリカ系の学生に高等教育の機会を与えるために設立された大学であった。 1909年創立の道学はアフリカ系学生を対象としたリベラルアーツカレッジとしては全米でも最古の部類に入る大学である。道学は1969年には減少に改められ、1972年にノースカロライナ大学システムに加えられたダーラム効果コミュニティカレッジは その名が示す通り技術教育に重きを置いた2年生のコミュニティカレッジである。ダーラムの K12 課ほどはダーラム公立学区の運営する45校の公立学校によって提供されている。かつてはダーラム市とダーラム軍がそれぞれ別個に公立学区を有していたが1990年代に合併した。またダーラムには理科系の科目において 高度な集中教育を行う州立の全寮制、高校、ノースカロライナリス高校も置かれている。同校は高校でありながら、2007年には、ノースカロライナ大学システムに加わった。ダーラムの文化の中心となっているのは、カロライナシアターである。ダウンタウンにおけるランドマークともなっている。この劇場では、ライブの公演と映画の放映の両方が行われる。同劇場で行われる。 フルフレームドキュメンタリー映画祭には世界中のドキュメンタリー映画制作者が集まる。カロライナシアターと並んでダーラムにおける文化の中心となっているのがデューク大学である。デューク大学のキャンパスでは毎年夏に6週間にわたってアメリカンダンスフェスティバが開かれる。またデューク大学のスポーツチームブルーデビルズはアトランティックコーストカンファレンスに所属しており、 26種目で戦っている。特に男子バスケットボールチームは3回の全米優勝を含め14回の NCAA トーナメントファイナル4進出を誇り NBA にも多数の人材を輩出している。ブルーデビルズと共に全米屈指の強豪として知られるノースカロライナ大学ターヒールズとのライバル関係は熾烈を極めている。 ダーラムの都市圏を形成する各軍の人口は以下の通りである2010年国勢調査ローリー・ダーラム・チャペルヒル広域都市圏全体の人口についてはローリー都市圏人口を参照のこと以下にダーラム市における1890年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示すダーラムは以下4都市と姉妹都市提携を結んでいる楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。